私たちの推測は当たっていたようね。招かれざる客が入り込んでいるわ。もう中央の奴どもに気づかれたか。わしが棺の封印を解くまで時を稼げ。はは。敵の狙いは奥にあるセイロスの棺ね。遺骨でも奪おうというのかしら。棺を開けられる前にさっさと敵を一掃してしまいたいところだけど、よく見て、床の一部に仕掛けがあるみたい。敵の武器に注意して、優位な場所で戦えるように進んでいきましょう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。おっしゃあ、私の力、焦らず戦おう。死神騎士よ、お主は強いのだろう。奴らを蹴散らしてきてくれ。貴様らの指図を受けん。惰弱な者の相手など退屈なだけ。あれは強敵ね。避けましょう。戦わなくて済むならその方がいいわ。先生、奇襲有利思います。引きこもっていたい人生だったのに。私、遅れ取りません。舞台に上がるより緊張するわね。できないな。貴族にとっては当然の成長だ。
到着しないのか。奴らの背後をついてくれれば挟み撃ちにできるのだが。全てはエーデルガルト様のため。これで決める。加減すべきだ。ごめんなさい、隙があったから。どう？私にはあんな真似できないや。
この経験は糧になる。加減すべきだ。これが私の力よ。大きなるものの力、見たか。
上がりました。油断はしないです。賞賛はあったよ。このから火の精霊、加護感謝します。警戒が必要に。
予想通りの結果ね。実力のうちだぜ。あれ？
今でも身についたもの。この策で仕掛ける。敵ではない。また強くなってしまったか。
加減すべきだった。まだ遅いわ。封印は間もなく解けよう。私に挑んだのが間違いだったな。貴族にとっては当然の成長だ。手遅れよ。封印はすでに解かれた。お主らなど。な、この剣は。その剣、まさか逸落見つけたり。逃げられたわね。それより先生のその剣どうして。おや、棺の中にあった剣ですな。輝いていますが、それではまるで。侵入者はここかって、あれもだいたい片付いてんな。物ども、生き残ってる侵入者ども残らず踏んじまれ。はっ。